アムロ、行きます。宇宙世紀 0079 11月ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだえ、今のは何？こちらギャザーロード隊、タイトル、意識作戦前なのよ、小隊長。ユノ特務総長。分かったわ。了解。了解。ハロー、小隊長。そうだ、俺が先に聞いておきたい。認証コード確認。名前を登録しろ。ここで戦う君の名を。階級は少尉。地球連邦軍特務小隊独立国。なるほど、今回選ばれた。バイバイ小隊長。バイタル回復。小隊長大丈夫？モ
デッサ作戦は始まってるんだぞ。しっかりしてください、小隊長。すぐに機体を再起動して、小隊長。出撃よ。まだ夢の中にいるの？もしもし。オデッサ、オデッサの激闘、鉄の嵐、鉄の嵐。ジオン軍の陸上戦艦ダベデ級陸戦艇、戻されたように感じる時間、戦場を取り巻く違和感、このオデッサ戦線で自分たちの運命を、否、歴史を変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して。ステップ、ダッシュ、ジャンプ、確認しろ。ブーストゲージの残量にも気をつけて。この先曲がり角になってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。今はあなたよ、小隊長。ロックオン。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除するわ、小隊長。特殊格闘やってみろ。特殊格闘ギュッデアザク撃破。すごい、小隊長。まだ来る、小隊長、打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。この早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長、チャンスよ。投げ切り、お見事、投げ切り。2号機、3号機の援護に回って、小隊長。てりゃ、やってやる。くそ。敵モビルスーツの全滅を確認。さあ、どんどん進んで。人使いが荒い。小隊長も大変だな、幼馴染だ。あ、情報の崖に敵機。狙え、ロックオン、狙え。ロックオン対象は切り替えられるわ。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃つと当てやすいからね。増援か、サブ兵装を使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長、援護を。ヘイト集中、ヘイト集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。目的地マーカー更新、いよいよね。先行しすぎたか、友軍の姿が。まるで私たちしかいないみたいな。前方、ジオンの陸上戦艦ダブだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って、援軍が来るまで持たせないと。あれ、友軍機の反応がない。まさか全滅。小隊長、撤退を。囲まれてる、無理、撤退無理。こりゃ覚悟を決めるしかねえか。くそ、まだか。うわ、
リペアキットで応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。終わりはしない。上からもバンバン撃ってくる。ロックオン、射撃しろ。ロックオン、打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部、応答してください。こちら独立構成機械化技術支援小隊ギャザーロード隊。おかしい、このオデッサ敵艦ダムで撃破。新たな敵へ。なんだ、冗談だろ。大量大量、どこにこんな戦力が。電気撤退を。小隊長危ない。緊急ブレイクアウト処理実行。宇宙世紀0079オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰、一体何が。それは後でブレイクアウト。発見、イレギュラーデータ発見、エラーデータ隔離完了。ブレイクミッション放棄。申請了承、申請了承。 SACRA/1351420 管理システム開放準備完了。補助行動実行。ジェネレーションシステムスタンバイ。プログラムテオス作成処理実行中。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長祈祷します。アムロ総長は、奴のことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノア注意。私たちホワイトベース隊なの。テリアザ、うわー、テリア、落ちる。ザザ、おっと、今度はジオン軍の通信要望時。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ラール隊員。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラル隊員って、ランバンラル隊員、どうやって防御したの。それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースへ。小隊長さん、どんどん進んで。ラル隊員はオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。ザッザッ、落ちる。強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ遅いぞ、
何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。木馬を落とす。抜かれないよ、お前たち。ザクとは違うんだよ、ザクは。え、別のモビルスーツに変わった。はあ、邪魔。問題ない。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか。邪魔する奴は全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん、一斉攻撃を。これで決める。当たれ。くそ、そろそろ消えろ。これはどうだ。はあ、邪魔、うざいな。直撃。どうしたバルバトス。俺だ、俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊員やザクはどうなったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。そうよね、通信もつながらなかったし。他の隊員さんたちはオデッサで解放されたんだってば。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんと犬姉さん、あとはハロ君だけだからね。ハロー、ユノ。ハロー、ユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの。残念、ここはイリオンステーブル、この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。何もかも聞いたことないし。そもそもあなたは何をどこまで知ってるの。落ち着け、ユノ。脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ一年戦争にアクセスしてみよっか。ジオンとの戦争と私たちのこと。それだけじゃない、その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの。未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと覚えてない？あ、確かに未来じゃない。ランバラル隊はオデッサ作戦の開始前に戦死しているはず。それに、言ってたよね、歴史っていうのは何を指しているのかしら。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰、所属はどこ。連邦軍、
ジオング？私の所属は G ユニバースだね。コード名は SACRA/1351420。 なっかい、それが名前なの？じゃあ SACRA だから、さくら、その後のスラッシュもくっつけてさくらスラッシュ、さくらって呼ばせてもらうからね。さくら、さくらスラッシュ、ゆの姉さんがつけてくれた新しいコード名。これ勝手に名称変更していいのかな。最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど。まあ大丈夫でしょう。特例ってことで自己判断。コード名、リネーム完了。ハロー、私サクラスラッシュ。ハローサクラ、ハローサクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだの、ブレイク現象だの、悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから。これは冗談じゃなくて史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション、意味不明、シミュレーション。まるでさっきの戦いが大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど、腕利きのモビルスーツパイロット、小隊長さんも一緒にね。選ばれた？史実からのシミュレーションって、この G ユニバースって一体何なの？コンピューターのデータ領域 G ユニバース、私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録か。やっぱり信じられないけど。事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉することでね。人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと？記録によると、ユノ姉さんたちで2回目かな。詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、私はただのナビゲーターっていうか、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。その管理システムっていうのが、バグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね。ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。バルバトス、ガンダムバルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム。ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。でも小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。ああ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。あ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でもでも、二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。なんとジオン広告軍の傑作機 MS-06 ザク。待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ？ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ、小隊長。あ、いい機会だから、モビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。
なるほど、今みたいに手持ちの戦力を強化していくわけね。 MS 解析率を上げれば新しいモビルスーツを開発することだってできるから。小隊長、確かめろ、強くなったモビルスーツ。お、ハロ先輩いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね。それだけとは限らないよ。さっきの中央アジアソドンでの戦いだと、本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバタスにね。俺たちの場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。え、火星？あんなところでガンダム作れるわけ？ちょうどいいか。その説明もあるし、火星ポストディザスターの歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。大丈夫だって、犬姉さん。一度ブリッジに戻ってブレイク修正の説明をするよ。で、そのブレイクミッションっていうのがブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス。ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む、それがブレイク修正か。さくら、私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。それだけ正確なデータということかしら。とはいえチューンナップはしていかないとね。問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。管理システムの方に確認中だから、ブレイク修正してるうちに通知が来るはずだよ。ミッション選択、ミッション選択、ハロを操作しろ、ユノ。私たちが知らないポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。ビームが効きにくいってこと？じゃあパワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。正解。ビーム兵器を持ってないザクでの出撃をおすすめするよ。あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクか。心もとない話ね。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう、小隊長さん。
今回のブレイクミッションなんだけど、ちょっと嫌な感じだね。毎回ブレイクプロテクト TD。 それが ポストディザスターの火星ね。大丈夫、小隊長さん、追ってゼラギンスは、このおまけどもが、ハシマルのサブユニットと戦ってる。小隊長、団員たちの援護を。ユノの姉さん、すみません。ブレイク反応がどんどん強くなってきてる。みんな気をつけて。そこだ。クソ、まだか。肝心な時に、ザッザッヒュッフッザッ、いけヒュッ、深しすぎか、当たれ。させるか、いけザッ。黒いモビルスーツがブレイクイン。さくら、これがベイガンの。ビンゴ、 X ラウンダー専用機ジルスベイン。なんだこいつら、おまけの新型か。似てるけど違うわ、油断しないで。オルガ団長さんに連絡して。予想外のことがいろいろ起きると思うから。わかりました。じいちゃん、ここは一体どこ？ガンダム！これがエイジシステムを搭載した。ハロ君がミッションを検索してくれてるから、次のブレイクミッション、このブレイク中、聞こえるか、ミカ。今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたってそれなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならねえんだ。俺はもうオルガに賭けてるよ、最初のあの日から。俺だけじゃないよ、
みんなだってそうだ。みんなオルガにかけてる。だからオルガもかけてみなよ。俺たちに、鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引き。ブレイク電子を確認。これって DO のオズ仕様、アフターコロニー時代のモビルスーツ。聞いたことない名称ばっかり。ということはまさか別の歴史から。そう、宇宙世紀ともまた違う時代。街に攻め込まれたら鉄火団の計画がめちゃくちゃになっちゃう。招待状さん、ここで全部終わらせる。ガンダム・バルバトス、間違いない。ホワイトベースを襲ってきた。うん、ユノ、何。そうか、今は同じ団員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず全部潰す。三日月くん、ガンダム・キマリスは。何それ、知らないけど。やっぱりブレイク現象で史実がずれてる。そこ、せ、うわあ、あっ、そこだ、うわあ、ふっ、諦めない。バカだ、まだ動く。出てこなければよかったのに。とりあえず君とは違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。あれがガンダムキマリスってやつ。違うよ、あれはガンダムエピオン、アフターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティではない。こんなと、ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火団のオルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないがな。未来、ごちゃごちゃとうるさいな。操縦者の未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツと操縦者を直結する荒屋敷システム。この辺りのデータが干渉し合ってるのかな。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは、アトラ、三日月くん。さくら、ブレイク修正ってこれでいいの。残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーがどうとか。まさにそれだよ。小隊長さんもお疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。